はい皆さんおはようございます、えー。お時間になりましたので始めさせていただきます。私は、えー、アースカンパニーの共同代表の浜川智博と申します。えー、本日はよろしくお願いいたします。今日の、えー、セッションは1時間なんですけども、えー、流れを簡単に、えー、説明させていただきます。まず最初にですね、アースカンパニーとオペレーショングリーンの ご紹介を10分弱でさせていただいて、その後に本日のゲスト、マクティア・マリコさんに30分ぐらいプラスチック削減のためのエコシフトというトピックで、マイミズというイニシアチブについて話していただきます。その後、質疑応答を10分ぐらい設けさせていただいて、最後にアンケートだとか告知をさせていただく予定です。 えー、紹介から、えー、させていただきますでアースカンパニーが、まあ、そもそも、えー、なぜ存在するのかというところなんですけども今、まあ、世界ではあのーえー、非常に厳しい状況です、えーまあ、今年のデータなんですけどももし世界中が、えー、日本人のように暮らしたらですね、えー、地球3つ分必要とされています、えー、それでアメリカ人の場合だったら5つ 必要と言われていますなので、まあ、我々の生活量は決して持続可能なものではないもうすでにそういうレベルに達しているということですで、まあ、30年後の2050年には世界の人口がさらに増えて100億人近くなってですねで、まあ、今日のトピックである海ごみプラごみが魚よりも多くなっているというそういうデータも出ています さらに80年後ですね、えー、我々あの生きてるかどうかわからないですけども、2100年には地球温暖化4度進むと言われていて、えーまあ、4度って数字は、まあ、あのあのすごい小さいですけども、実は壊滅的な、えー、あの結果になりまして、えーまあ、気候変動の難民20億人と言われていて、まあ、それをはじめ、いろいろさまざ、あ、まなあの環境的な社会的な、えー 厳しいい状況になると言われています、まあ、そういった世の中、そういう環境の中で我々のビジョンは次世代につなぐ未来を創出するというビジョンを掲げていますで、まあ、次世代につなぐ未来というのは非常に壮大な夢なんですけどもそれに向けて我々は4つの事業を展開しています1つ目がですねインパクトヒーロー支援事業という ものでしてこれは社会起業家を支援するいわゆるソーシャルアクセレレーターと呼ばれるものです。で2つ目がですねインパクトバリと呼んでいる教育授業ですね。あのここバリでいろんな教育授業、研修授業を展開しています。また今あの、まあ、コロナのこの時期なのでオンラインでも講座を展開しています。で3つ目がですねコンサルティング授業なんですけども えー、次世代につなぐ未来を創出する組織をサポートするということで、えー、実はこのオペレーショングリーンというプロジェクトはこのインパクトコンサルの、えー、一環一部となりますで最後にですね、えー、とアイシカルホテルを去年の9月にオープンしまして、えー、バリバリとウブドで、えー、あの非常にこだわった、えー、この次世代につなぐ未来を具現化した究極のホテルレストランとストアを 運営しておりますでまあオペレーショングリーンなんですけども、えーとあのまあ、基本的な考え方として私たちができる小さなことをみんなで取り組むことで解決への大きなインパクトになる、えー、1人の100歩より100人の1歩という考えでやっておりますはいでこの、えー、プロジェクトはですね地球環境基金という、えー、枠組みの助成を受けて活動を行っていますはい で具体的に何をするかというとですね、オペレーショングリーンはオフィスや学校をはじめさまざまな環境をエコに変える、えー、サポートをしています。でオペレーションって、えー、聞くとちょっとなんか難しい感じもするかもしれないんですけども、あのオフィスの環境を見ると、あの一つ一つの,、えー、その作業だとか、一つ一つのものっていうのがすべてオペレーションだと思っています。えー、例えば電気ですね、えー、インターネットもそうですし、 紙もそうですし、えー、机もそうですし、椅子もそうですし、そういうものをすべてあのオペレーションと我々はあの認識していて、それを一つずつ、えー、エコシフトできたらいいなという、そういうものです。で、まあ、その中には、えー、再エネだとか、あと先週、えー、あの平さんに、えー、あの発,表さ発表していただいた、えー、コンポスト、えー、というやり方もありますし、さまざ、あ、まなあのやり方があるかと思います。 で今あの、コロナ禍で、えーまあ、リモートワークが中心に、えー、進められていると思うんですけども、まあ、リモートワークの中でも、えーまあ、家でできることっていうのはたくさんあるということで、えー、この Stay at home, エコ at home という、えー、シリーズを先週スタートして、ね、進めております。 でまあ、オフィスと同じような考え方で、えーまあ、一つ一つ、えー、家の中の、えー、もの、家の中のプロセスというものを見ていってどうやったらもっと環境にいい、えー、ことができるか、まあ、それもあの経済的負担をあまりかけずにあのシフトできたらいいなというのが、えー、このシリーズの目的です。はい、であのこの、こういうプロジェクトなんですけども、あの具体的に、えー、いろんな 方々いろんな団体、いろんな、えー、組織に加わってほしいと思っています。でまずはあの知りたいですね、まあ。このようなエコシフトについて、えー、知りたいという方を探していますで。もっと学びたいですね。まさにこういう勉強会だったりとか、こういうあのオンラインイベントで、えー、エコシフトに、えー、ついてもっと知りたいという方も、えー、ウェルカムです。 最後にですね、こういう組織のエゴシフトを実現したいという方,は方に対して、我々はこのオペレーション・グリーンという枠組みの中でサポートしていける体制がありますので、そういう方もぜひ我々にコンタクトを取っていただけると嬉しいです。オペレーション・グリーンなんですけども、アースカンパニーが中心となって進めているプロジェクトで、 えー、でもまあその周りにさまざまな団体だとかさまざまな人たちが関わってくれています。具体的に、えーとまあ、アンバサダーと呼んでいる方々、あとテクニカルパートナーという、えー、あのグループとあとエコシフトを実際あの実現している、えー、実現したい組織3つになります。でアンバサダーのところでは、えー、我々の、えー、本当に仲良くさせていただいている4名の方。 でこのオペレーショングリーンというものの、えーまあ、ビジョンだとかこう価値観に共鳴してあのこれを、このコミュニティを広げていくだとか、まあ、この方向性に対してこうアドバイスを、えー、もらうというそういう方々ですね、シン n タ t o の上田さん、えー、精神女子大学の永田先生、エシカル協会の精子理香さん、理香さんには、えー、再来週ですねあのこの場で、えー、登壇していただくんですけども、あと、えー、辻井さんですね、元パタゴニア日本支社長の。 辻さんだとかアンバサダーになってていいただいておりますでテクニカルパートナーはですねあのアーツカンパニー我々はあの環境の、まあ、専門家っていうあの一つ一つの施策にとっての専門家では、えー、ないので,すないので、えー、その例えば電気だったら電気の専門家だとか今日あの登壇してもらう、えー、前水っていう、まあ、水に特化したあの専門、えー、団体というものという方々を あの招いて一緒にこういうエ、えー、ニシアチブを進めていこうというのがあの狙いですはいはいそれで、えっと、本日のゲストですね、えっと、マクティアマリコさん、えー、一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパン代表理事、えー、共同創立者なんですけども、えー、実はあのー、マリコと、えー、マリコはあのー、アースカンパニー以前、えー、関わっていてくれて えー、2年、3年ぐらいですかね、あのー、去年まで、あのー、関わっていてくれて、実はこの、えー、スライド、あのスライドのテンプレートとかも実は、えー、作ってくれていて、あのー、まだそ,のそれをいまだにアースカンパニーのメンバーは使っているんですけども、はいえーまあ、プロフィールはあのー、読んでいただければと思うんですけども、もともとイギリス出身で、えー、ハーフなんですよね。 あのイギリス人と日本人のハーフで,であの私と同じように英語の方がうまいのであの日本語がところどころ使えるところもあるかと思うんですけどもあのはいその時はお互いサポートしていけたらと思います早速突っ込まれましたね、はい、で, <laughs> <laughs> でえっ、ー、とマリコに、えー、とバトンを渡す前にですねちょっと、えー、お願いがあります ですね、質問コメントは、えー、いつでもチャットの方にしていただきたいんですけども練習で今チャットに OK と入れてみてください OK でも何でもいいんですけどもあのハローでも何でもいいんですけどもとりあえず練習で一言、えー、入れていただけると嬉しいです364048 60今ですね、えっと、100人弱の参加者に、えー、あの見ていただいていて、今74件ぐらいの,チャットあのメッセージをいただいて、はい、なのであの皆さん練習していただいてありがとうございます。ね、Q&A ていうところもあるんですけども、あのもしチャットの方が、あのまあ すべ、えー、て集計しやすいので、もしチャット,で、えー、チャットの方でよろしければ、そっちに入れていただきたいです。Q&A の方がいいという方はもちろんそちらでもあの拾いますんであので、ご心配なく。ということで、えー、とそのようにいつでもあの質問していただければと思います。あとで,後で、えー、質疑応答の時間に、えー、それを一つずつ拾っていけたらと思います。はいでは、えー、マリコさん、お願いいたします。 ありがとうございます。では、早速あの突っ込まれて。<laughs> あのまあ、これからちょっと。まあ簡単な自己紹介もすでにしていただいてるので、えー、っとまあ、こちら簡単に。 自己紹介からあの始めさせていただければと思います。えー、っと改めまして、一般社団法人、あのソーシャルイノベーションジャパンの代表理事、共同ストリーチ者の牧田真理子です、えっと。今日はもうすでに100人以上にあのお忙しい朝からご参加いただいて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。えっと、今日はですねあの簡単に、まあ、えのペットボトルの削減、そして、まあ、より持続可能なライフスタイル、えっと、を、えっとまあ、進めることをミッションにしたマイミズの活動について、えっとまあ 話せたらいいなと思うんですが、えー、とまずは簡単な自己紹介ですね。もともと友が先ほど言っていただいたようにあのイギリスで生まれ育って、まあ、6年前には日本に来たんですけれどもも、えー、ともと、ね、日本の新聞記者そしてイギリスの大使館 であのまあ、イギリスと日本を橋渡しするようなイノベーションやスタートアップの支援、えっと、をしてきたんですけれども、えっとまあ、その中でやっぱりその私たちが今直面している、まあ、壮大な課題気候,気候変動だったり、えっとまあ、海の汚染だったりいろいろ知ったんですけれどもなかなか大きすぎてもう自ら何ができるのかっていうのが分からないとか、えっとまあ、そういうところもあるのかなっていう思うようになったんですね。 であのまあ、そこで、まあ、フリーランスとして、例えばアースカンパニーと3年以上かなご一緒させていただいたり、えっとまあ、あの他のスタートアップの支援もしてきたんですけれども、えっと、私からもあのもっといろんなせあの解決策をあの、まあ、生み出したいなと思って、あの一般社団法人の方を立ち上げました。であの 今はそのまあ、大きすぎてどうすればいいのか分かんないっていうところで、えーっとまあ、より多くの人に簡単にでも最初は、えーっとまあ、例えば、まあ、マイ水の場合はマイボトルを持つことによってあのエコライフスタイルを進めて、まあ、そこからいろんな変化を、えー、っと進めることができるように今の活動をしています。はい では、えーと、早速ですがも、えっともとこのミスの活動を、えっと、始めた、えっとまあ、理由をちょっとご紹介したいなと思うんですがこちら2年前に行った沖縄旅行なんですね。で私はしもうとにかく自然が大好きで今ちょっと背景にしてるのもこのイメージなんですけど,けど自然が大好きでもうできたらもうずっと自然の中にいたいんですけれども、えっと、こちらちょっと離れたところに行ってみたら、まあ、このような風景だったんですね。 で私の理想とはもう正反対っていう結構衝撃を受けたような風景なんですけれども、えっとまあ、ご覧の通りこの中でもやっぱり多いのは、えっと、ペットボトボルなんですねであのこちらを見て、まあ、ちょっと今までねその環境問題についていろいろ調べたりあの実際仕事のアースカンプレンの仕事の中でも知ることはできてたんですけどやっぱり自分の目で見るとはっ,ってこうあのなるんですね。 でこれをきっかけにいろいろ調べ始めたんですけれども、えーと、まずここでちょっと皆さんに質問してみたいんですね、えーとこの。例えばペットボトルが海に流れたとすると、分解するまでどれぐらいの時間がかかるのでしょうか。えー、ともしよろしければ、私見えるかな、あのコメント枠にでも <laughs> 書いていただいても、あ私が見えないかな。はい 実はいろいろ調査の結果はあるんですが、まあ、少なくとも450年と言われているんですね、まあ。場合によってはもしかすると分解しないというあの結果も出てたりはするんですけど少なくとも450年、まあ、それがちょっと分かりにくいかもしれないという <laughs> 方はいらっしゃるかもしれないけど考えてみるとこれが徳川家康の時代にもしペットボトルがあるとしたらあの今の安倍総理大臣までずっと残るというくらいの長さですね。あの まあそれは使い捨てのものはそれだけ残るものにしてはいいのかっていうのは非常に疑問に思いました。はい、では次に、えー、と質問なんですけど、まあ、この例のペットボトル日本で1年間で消費されている量はご存知の方いらっしゃいますかね。こちらちょっとまあ人口を考えて <laughs> 見るとあれなのですがえっ、ー、と 実はですね1年間で252億本のペットボトルが、えっと、生産、消費されています。でまあ、日本はあの回収も優れていたり、リサイクル技術も優れているという、まあ、世界的にも有名なんですが、えっと、実はその15%以上は今回収されず、例えば、まあ、あの燃やされたり、最悪な場合は海、まあ、川と海に流れてしまっているというのが現状です。はい、でもまあその 流れてしまったときにじゃあ何か影響があるのかっていうところにちょっとま,あまとめて使い捨てプラスチックの影響について少しあのご説明できればと思います。例えばまず自然、まあ、動物への影響なんですけれども、まあ、先ほどまあ沖縄みたいにすごくこう綺麗な海ってイメージ皆さんも多分旅行の時もこういうところを目指していく方も多いかなと思うのですが、まあ、今実際、あのー 海の中でもちょっとビデオを見ながらなんですが、実際このような状態なんですね。これはかなりひどい方だと思うんですけど、ちょうどあのアースカンペニーを拠点にしているバリ島なんですが、えっとまあ、特に大雨だったり台風があった時に、この軽い使い捨てプラスチックがこのように流れてしまっているんですね。で先ほどもが言ってたんですけどが、えっと、2050年までに、えっと、魚の量を そのプラスチックの量が魚を超えるかもしれないっていうほど深刻な問題にはなっています。で特に日本はですね、そのマイクロプラスチックが、まあ、実は集中してるあのところにはなるんですね、日本を,を囲む海が。で、あのまあ、あの海はこう世界をつなげるっていう、まあ、どこかでゴミが投げてしまうと、本当に世界中流れてしまうっていうあのことなんですが、まああのまあ、日本は特に今、その影響を受けてると思います。 そこで、まあ、人間への影響なんですが、まあ、海に流れてとしてもあの、まあ、そこから私たちにこう大陸にいる人たちに影響あるかというとやっぱりあの今徐々にその調査だったりいろいろ出てきてはいるんですが例えば、えー、と9カ国の、えー、とペットボトルに入った水の調査が行われたら、えー、と1リットルに対して平均325個のプラスチック粒が入ってたっていうのが分かったんですね。 でメーカーさんによって結構差があったりはしたんですが、えー、とこちら WWF さんが出している数字によると、えーとまあ、1週間に私たち、一般の人でも、まあ、5グラムのプラスチックを摂取しているかもしれないというのが分か,分かりました。それがもうクレジットカード1枚分のプラスチック、これが1週間なんですよね、なんで1年間で250グラム。 であのまだ研究はまだ少ないのですが、まあ、これはあの多分あの人間の体にもいい影響は与えないだろうっていうあの、まあ、思いで私たちも、えっとまあ、これをなるべく避けたいねっていう気持ちで今活動しています。はい、では3つ目は、えっと、気候変動なんですが、まあ、例えばそのプラスチックのゴミだったりすると海に流れた時の、まあ、影響は想像しやすいかもしれないんですが、えっと、実は気候変動にも深くつながっています。 例えばその、もともとプラスチックを作った時の、えっと、化石燃料、石油、えー、っとその生産の時にも二酸化炭素が排出されたり、まあ、実際、例えば日本みたいに焼却施設で燃やされたりする時にも、えっと、二酸化炭素が排出される、で2050年までには、こちらはプラスチックからだけで27.5億トンを超える可能性があるという数字も出ていて、まあ、気候変動にも大きく影響しているのが現状です。 で日本でもね、この、まあ、数年でも、やっぱりあの洪水だったり、まあ、雨の降水量があの年々増えていたり、まあ、あの去年、一昨年でにもいろんなあの災害もあったので、まあ、こちらはあの、まあ、このような、えっと、災害にもあの実は影響しているっていうのが、えっと、分かります、まあ。簡単に3つの影響をちょっとまとめてみたんですけれども、えっと、じゃあ日本は ど,どのようにこれに関わっているのかっていうのにもついて少し考えたらと思いますでは、えっと、こちら2018年の調査になるんですが、えっと、まあこの回収率の高い日本で例えば、えっと、まあ川海にどれくらいのゴミが流れているのかっていうのをもうあの調べるために行われた調査なんですねで実は今、まあ、国内の河川でも、まあ、4000万本のペットボトル がおそらく流れていんじゃないかとで、まあ、レジ袋も、まあ、使い捨てのコップ、カップ容器なども流れてるっていうのが、まあ、あの推測されてるんですが、あのやはりあの、まあ、これだけ回収率の高い日本でもこれ,だこれだけ流れてしまってるっていうのが、まあ、かなり深刻な問題ではないかと思います。で、あのまあ、大阪湾にも似たような調査が行われて、えっとまあ、例えばレジ袋だったりプラゴミがあの非常に 多く沈んでいるというのが分かっていたり、まあ、これは日本でも大きな問題ですよねということですね。で、その、まあ、原因なんですが、えーっと、そのプラスチック容器の1人当たりの毎年使う、あの排出するようなんですが、実はこれ、世界的にも2位なんですね、アメリカに次いで。なので、1人当たりその使い捨てのプラスチック容器の排出量が、まあ、世界的にも非常に高くて。 あのまあ、個人的な話でもあるんですが、やっぱり海外の友達が日本に来ると、なんでこれだけ例えばあの放送が過剰放送されてるのとか、えっと、なんでこれだけペットボトル、その自販機が多いのかっていうのは、あのまあ、こう外の人が見るとちょっとあの驚かれたりすることはあります。まあ、これだけの規模の消費ですと、 やはりこうちょっとずつ改善するんだともう全然間に合わないっていうのは私は思っていてあの、まあ、どちらかというと改革がほどのレベルのものが必要なんじゃないかなって思っています。しかしあそうとは言ってもあれちょっと早く本当にそ,のそ,のそういったときにどうすればいいのっていうところでは一番最初にも言ったんですがやっぱりこう分,から分からない分かりづらいっていうのがあると思います。 なので私たちは最初に目につけたのは先ほどのペットボトルですね。でそのまあ日本のおかしいなと思ったのは日本ってこれだけ水に恵まれてて水道水もおいしく飲めるのに毎年ボトルウォーターの消費が増えてるんですね。こちらの表のように青い空色のところがウォーターなんですが、えっと、これはまあ必要のない消費なんじゃないかなと思って。 なんかしたたいねね。ってあの始めたんです、ね、でこ本来こういうマイボトル私も今使ってるんですがこういうマイボトルを持ってれば本来そのペットボトルも必要ないはずなのになぜかそれがあんまり今日本でも普及してない、まあ、いろいろ人に聞いたり調べ始めたらそのマイボトル持たない使わない理由っていくつかあって例えばあの飲み終わったら、えっと、給水するとこがないから結局ペットボトル買ってしまう。 もしくはそのかっこよくないから持ちたくない、まあ、不便だったり洗うのがめんどくさいとかあとはこうマイボトルを持つ習慣がないから、まあ、そもそも始まらないっていうのもあったりしたんですねじゃあそれに対してあの私たちが何ができるかっていうとあの今のマイ水の活動が始まったんですで一番最初にえっと作ったのはえっとアプリなんですねで日本初の吸水まあ無力吸水アプリなんですが 今いる場所の近くで無料で給水できる場所を簡単に探せるようにしています。こちら左の、えーとまあ、画面を見ていただくと、こういうピンがあってあ、そこで給水できるんだっていうのを探せるんですね。でもちろんあのこう例えば公園だったり、駅の公的水飲み場も入ってるんですが、えー、とちょっとそういうところ苦手だなっていう方にも、あのお店にも参加していただいてるんですね。例えば、まあ、カフェで マイボトルを渡せば、そこに水を入れてもらえるようにはしてます。で、あのもう1つは、えーとまあ、サービスとしてこの情報を提供してるわけではなくて、プラットフォームにはしてるんですね。で、それがどういうことかというと、例えば、あのま、近くの公園であ、実は救世スポットがあるんだけど、これまだアプリに載ってないなと思ったときに、ユーザーとしてそれを投稿することができるんですね。なので、こう参加型っていうか、人も貢献できるようにはしてます。 先ほどのお店なんですが、えっと、今までちょうど9月にローンチしたばかりなんですけれども、えっと、まだあんまりあの営業することができてなくて私たちのメディアだったり、えっと、SNS を見ていただいて450店舗以上のお店に救世スポットとして登録していただいています。 でどういうところかというと、例えばまあヒルトンホテルさん、もともと給水できるよっていうのを出してたところ、私たちのアプリに乗ることによって、より多くの人に知ってもらう、もちろんこう小さな民泊でも参加していただいてたり、まあ、飲食店ではなく、例えばお店でも、まあ、ウォーターサーバー置いてるから、どうぞ、誰でもあの入れてくださいね、給水してくださいねというメッセージで参加していただいています。 もちろんカフェだったり、えっと、飲食店にもまあ比較的参加しやすいところでもあると思うんですが、えっと、いろんな素敵なところにもご参加いただいています。私たち今、a アウディジャパンさんってあの車会社さんともいろいろパートナーシップ組ませていただいてい,ただいてるんですが、えっと、そちらもあの日本全国で130店以上の販売店。 あのまあ美しい車を見ながら <laughs> こう水を汲めるっていうのにもあの参加していただいてます本当に帯広からえっと山口までえっと全国でもご使用いただけるようにはなっていますでなぜこういうところがえっとマイミズに参加するかどうかっていうのをよく聞かれるんですが。 あのまあ、先ほども言ったようにこうまだ今まで営業はしたことがなくてあの私たちのミッションに共感してくださって参加してくださっているところがあの大半ですねてかほとんどだと思います。やっぱりそのより持続可能なまちづくりに貢献できる、まあ、簡単には始められる活動として参加いただいていると思います。それががももちろんブランドイメージにもつなるるし、まあ、ちょっと今全部変えることは ちょっとハードル高いかもしれないけど、まずはマミズスポットになって、まあ、このように貢献しようということで始めているところは多いかなと思います。あとはあの無料であの参加いただけるので、えっと、来訪客の増加にもつながると、あのまあその時はお水だけもらって帰るかもしれないけどあ、こんな素敵なお店があるんだっていうのを知ってもらって、まあ、次はこうお客さんとして来るかもしれないっていう可能性にも魅力を感じていただいているのかなと思います。 であのまあ、去年の9月20日に、えっと、ローンチしたアプリなんですが今までは、えっと、40カ国、まあ、世界中どこでも使えるようにはしているので、えっと、2万6万六千人の方にダウンロードしていただいて使っていただいていますで、まあ、先ほどのユーザーの,あの投稿も、えっとまあ、今までその実際使っていただいている人の方がもちろん多いんですがそこで自分自ら情報を載せていただいたりしている方も、えっとまあ二千 箇所ぐらいいいい投稿しててただいています先ほどビジネスの話もしたのですがあのそれ以外にも投稿した情報をやはりそれぞれ承認あの確認しないといけないので、えっと、ボランティアにも参加していただいてるんですが、えっと、今まで150人以上 にあのホームページを通してぜひお手伝いさせてくださいっていう方にも、えー、っとお声かけいただいていてまだあの全然あの150人、えー、っとにあの参加いただける形にはできてないのですがやはりそれだけあの、まあ、何か貢献したいっていう方が多いんだなっていうのが分かりますね。で、ローンチしてからえー、っとまあいろんな面白いことも起きたりはしてるんですがえー、っと一番嬉しいのは な本当にこれ使ってもらえるのかなってちょっと不安だった,不安だったところ、いや、これ待ってましたとか、このアプリがあればペットボットル買わなくても済むっていう声が本当に嬉しくて、やっぱりこれだけ需要があったんだなっていうのがよく分かりました。でしかも、これは海外,の海外でっていうよりは日本を割と中心に、これをずっと欲しかったっていうのの声をあのいただいてます。でこのあの一番上の ポケモン GO よやり楽しいっていうコメントなんですがこれなぜ入れたかというとあの私たちは本当に、まあ、先ほどマイボトル使わないっていう理由の一つがかっこよくないからもしくはこう、まあ、習慣がないからっていうことだと思うんですが私たちはいかにその楽しくコミュニティ要素があったり、えっと、魅力的にその旧姓っていう文化ができるかっていうのを えすごく大切だなと思っていて、まあ、このように楽しい思いで使っていただいている方がいらっしゃるというのは、非常に嬉しいことです。はい、では、まあ、今言ったあそり、のまあ、その楽しく魅力的にするのがすごく大切な要素で、まあ、アプリだけでは、えーっとまあ、その消費コード自体を変えていくのがなかなか難しい、なので、私たちはかなりそのムーブメントを作ることに力,で力を入れています。 こちら例えばなんですが、やはりその一人一人の行動の影響を可視化するのがすごく大事で、今年の1月から、えっと、給水したことを記録すると、どれだけのペットボトルを削減できたのか、もしくはその、まあ、換算してあの、二酸化炭素の排出量をどれだけ削減できたのかというのを見える化しているんですね。 これ個人としてどれだけ削減できたのかもそうなんですが、まあ、イメージとしてあの、まあ、これくらいっていうのも測れるようにはなったんです。こ,れこちらはアウディジャパンさんと一緒させていただいて実現できたんですが、えー、っと、まあアプリの中だけではなく、やはりソーシャルメディアでこのように えっと私も始めたよとかあ、これだけ削減できたんだっていうのを、えー、投稿していただいているんですね、ユーザーさんに。でこのようにやっぱりその横のつながりであ、こういうのもできるんだねっていうのを知ってもらったり、非常に大切な要素なのかなと思っています。今、まあ、ちなみにこれ、昨日の段階なんですが、まあ、ペットボトル全員で、えっと、1月にローンチしてから1万2800本ぐらい削減できて、それ、二酸化炭素でいうと、まあ、4000kg 以上。 を削減できています、はい、でもまあアプリ以外にもやはりあのいろいろ活動が必要で私たちは割とそのまあ登壇だったりより多くの人に課題を知ってもらうそしてその次の行動に移すために、えっと、活動していますでそれが企業さんで講演会だったり、まあ、学生向けにイベント開催したり、まあ、結構幅広くこうイベントとかをやっているんですが えとそこで目指しているのはコミュニティですね。でまあ、1人が何かやりたいと思っても、そこはなかなかアクションにつなげるのが難しかったり、あんまりモチベーションがなかったりすると思うので、えー、と私たちの活動を中心に仲間というのができたり、その次のアイデアも生まれるようなコミュニティを作る,作ることに力を入れています。であの例えば、マイ・ミズ・アンバサダーというのを、えー、と先々週から発表させていただいているんですが、例えばあのフリーダイバー。 まあ世界記録を持っているフリーダイバーさんだりサップの選手だったりする方は、やはりその毎日海に出ることによって、そのプラスチックのゴミの問題についていろいろ知ることができている人たちなので、私たちの代わりにいろいろ発信していただいたり、あとは例えば現地、ローカルチームを作って、そこでまた広めていただいたり、まあ、イベント、まあ、今オンラインにはなってしまっているんですが、えっと、イベントを通して、横のつながりを強くするというのに、えっと、力を入れています。 いやもう一つですねそのかっこよくないから持たないっていうのが、まあ、どうにかできるんじゃないかなって思ってあの今、マイミズのボトルもえっと作って今、オンラインストアでもやってるんですがあのやっぱり好きなものを持っていればそれを大切にずっと使うっていうのは絶対あると思っていてあの絶対にそのペットボトル使い捨てのペットボトルよりも好きなマイボトルを持ってた方が、まあ、ライフスタイルにも合った。 嬉しい気持ちで、まあ、生活できるんじゃないかなと思ってあの、まあ、今持っていないでもマイボトル生活始めたいっていう方向けにこのようなものもお届けしています。ではまあ,あの今のマイミズチームとし,あのしてもいろいろ活動はしてるんですがあのやはりマイミズだけではあのなかなか、えー、とインパクトが限られるのであのパートナーシップを通していかにその影響あの幅広く 活動でき,できるかというのを、えー、と考えて今いろんなところとご一緒させていただいています。で、まあマイミスとしてこういうあの世界、このような社会を、えー、と目指しているということですが、やはりその17あ12番、17番、いかに、まあ、企業さんだったり、まあ、場合によっては自治体さんだったりするあの、そういうところを巻き込んで活動できるかというところで、今実はあの神戸市、 まあ、他のシーンもこれから発表させていただくんですが、えっと、自治体との,あのコラボレーションをさせていただいています。でこちらですねあの、どの自治体さんでもあの似たような課題に直面していると思うんですが、あのまあ、公共サービスとして水道あの、まあ、お水を提供しているんですね。ただ、あの人口減ってしまったりあのしちゃうと1人当たりの、えっと、費用がやっぱり上がってしまう。 であの特にその中で例えば外からお水を運んできて、えっと、ローカルの資源を使わずに済、えっと、んじゃうと、まあ、余計にその問題が悪化してしまうということが起きているので私たちと、えっと、コラボレーションすることによっていかにその水道について考えるもしくはこの、まあ、そのなるべくローカルで済ませることに、えっと、チャレンジしてもらえるように、えっと、今ご一緒させていただいています。 とですねえー、と企業様ともいろいろ共同企画だったり、えー、とパートナーシップを組ませていただいていて、えー、と先ほども、えー、と出てきたんですけどアオリジャパンさんこちらはまずは、えー、と私たちのインパクトを可視化することにお手伝いいただいたんですけれども、えー、と一番最初に私もそ,こそちらあのオールスタッフ あの社員全員全に、えっと、登壇もさせていただいたただんですねでそこから即もうあの、社内のペットボトルを一気になくしたり、えっと、イベントで配っているものもなくしたりあのしていただいて、えっと、1年でおそらく1万本のペットボトルが削減できているんじゃないかと、えっと、いうことで、えっと、そのようにあの私たちの活動にも貢献していただいています。であ,のあとディーラーシップ、その販売店もマイミズスポットとして登録いただいて。 私たちの活動も広めることにお手伝いいいいただいていますでもう一つは、えーとまあ、私たちは今マイボトルに、えー、と特化してお水、まあ、身近の多分誰でも世界共通のお水なので分かりやすいかと思うんですが、まあ、マイボトルを持ってそれだけで満足しちゃうとやっぱりまだまだあの変化が足りないのであのパートナーシップを通していかにそのネクストステップにつなげることができるかにもチャレンジしています。 あの例えばあの来週かと思うんですが、えー、と自然電力あのと一緒にあのマイミズ電気っていうブランドを立ち上げさせていただいてあの私たちのユーザーさんに「はいじゃあマイボトルは良かったですね」<laughs> その次にじゃあ例えばお家の電気お店の電気を再生エネルギーに変えるのはいかがですかっていう、まあ、ネクストステップを紹介していくような形で、えー、と今ご一緒させていただいています。 でこれからまだあの発表はできていないのですが、あのまあ、同じように次に、じゃあこういう私たちの活動にも参加していただいているサステナビリティ、もっとエコな生活を送りたいという人たち向けにどのような商品、またはサービスを提供できるか、それをい一緒に開発させていただいたり、えーっと、プロモーションさせていただいたりしているので、あのぜひこれから、たぶ夏ぐらいになったら発表できると思うので、楽しみにしていただければと思います。 でパートナーシップにあのメディアを入れているんですが、なぜなら、まあ、私たちその去年の9月にローンチしてから、えっと、いろいろあの幸いのことに、いろんな世界中のメディアにも取り上げていただいたんですが、これ多分2年前だったら、全然正直違ったと思うんですね。私もともと新聞で働いてたのもあるんですが、あのこれだけメディアも、あエコーだったり、サスティナビリティ、SDGs。 あの今の生活を変えなきゃいけないそして企業として何を言ってるのかを変えなきゃいけないっていうのにようやく <laughs> 目を向くようにはしててそこの力は私本当にあの大きいと思いますので私たちも今までは例えば取材される側として、まあ、いろいろあいてるんですが私たちからも情報発信だったりメディアと一緒にコラボしたりいかにその他の人たちにも情報を届けるようにできるかっていうところに、えーとまあ、フォーカスしていきたいと思っています。 はい、では、えっとそうですね、先ほども言ったんですが本当にこうサービスを提供しているというよりはそのミュージメントあのを起こしている、起こそうとしている今、実際あのいろんな活動を通してこれを目指しているというわけなんですがあのぜひ皆さんにもあの参加していただけたら嬉しいなと思うんですね。であの今日からも簡単にできるものをちょっとまとめてみたんですが。 えっと、こちらをぜひちょっとあの今日の、えっと、キーポイントとして持って帰っていただければ嬉しいなと思います。それが例えば個人としてもあのできることが多いんですね。例えばもうマイボトルをまず使ってそこから毎日使っている使い捨てプラスチックを減らしたりすることでそこから生まれその使い捨てから使い続けるへのマインドセットをシフトするっていうのもできたら嬉しいなと思います。でそれがマイボトルだけではなく例えば まあ、あの必要のないプラスチック容器をなくす例えばお買い物の時になるべく包装されてないものにするあの、まあ、いろいろあのこれからアイディアも。 結構 SNS とか見ると、やはりあのいろいろできることがあるんだけど、あの情報を取得するのが <laughs> あの、まあ、鍵かなと思っていて、ぜひ仲間私たちの Instagram で Facebook でもいろいろ情報発信はしてるんですが、えー、とそこで仲間を探したり、そこでつながって次のステップにつなげることができたら嬉しいなと思います。でその、まあ、WhatNext っていうところなんですが、まああの、全ての買い物は投票だっていうのは。 まあ最近よく言われるようにはなったんですが、えーっとまあ、その自分の価値観に合ったライフスタイルを送る生活を送ることによって、その自分が欲しい世界も生まれるわけだと思うので、ぜひ、あのネクストステップとしては、まあ、例えば使い捨てプラスチック、まあ、使い捨てだけではなく、例えば電力会社を変える、自分の価値観に合ったものにどんどんフォーカスしていくことをあのしていただけたらあのすごく嬉しいなと思います。イ では、組織としてです、ね、何ができるかというと、あのまあ、先ほどあの、アウディジャパンさんの事例としても挙げさせていただいたんですが、例えば、組織ごとこう方針を決めるというのがあの非常にまあ影,響的あの影響力があるかなと思います。で例えば、それがペットボトル廃止するなり、まあ、自販機を置かない、あの例えば、学校でも,もうペットボトルの使用は完全に禁止するというところもあったりはするんですが。 えとまあ、ぜひそういう方針を、えー、と導入していただけると非常に大きな影響があるかなと思います。でまあ、そういった時にやっぱりその社員もしくはこのメンバーをどう巻き込むかっていうのがかなりあの重要なところで、まあ、私たちはそういうところでもお手伝いできるかなと思うんですが、まあ、こういう課題があって私たちは今こうやってますっていう説明もしくはその、まあ、社員全員で解決策も探したりするのもえっ、ー、と まあ効果的というか、あのよりその社員の、えー、と会社への気持ちもアップすることもできるかなと思います。でもちろんあの、まあ、可能であればビジネスもしくはあの施設として、マイみズにも給水スポットとして参加いただけるとすごくうれしく思います。あの今日はあのオペレーションエコシフト。 っていうテーマなんですが、やはりあのアースカンパニーでも、あのマイミズでも、マイスカフェもらく、マイミズとして目指しているのは、まあ、まずはこういうところからスタートする、でもその次にもつなげるのが大事なので、まあ、企業だったり、えーとまあ、特に企業さんの場合はもう、オペレーションの次に、じゃあこれは事業、本事業にどう移すか。次にその まあ、例えば事業をどうサステナブルにしていくかっていうのをぜひ一緒に考えたりあのそれこそ新しい商品だったりサービスも一緒に考えることができたらあのすごく嬉しいなと思います。はいすいませんちょうど多分30分くらいに <laughs> なったと思うんですけどあの今日の話は一旦これで以上に、えっと、させていただきます。<laughs> Thank y o u 一人のハッ話聞こえないのですけど <laughs> <laughs> はいマリコさんありがとうございました、えー、今質問がいくつか上がってきてるんですけどもちょっと30秒ぐらいお時間を、えー、あの使ってあの皆さんに質問を考えていただきたいと思いますので、えーはい、ぜひ書き込んでください全て答えられないとは思うんですけども、えー、答えられない場合は また、後ほど、えー、Facebook だとか、違う SNS でお答えすることも可能なので、あの何でもコメントでも、あのー、質問でも、何でも大歓迎です。ペットボトルの配信て難しいって、<laughs> コメント来てますね。<laughs> すごい、うちのマナで使ってるマイボトル。あ、すごい。<laughs> かっこいい。<laughs> ウイスキーボトル。ラッパのみすると。<laughs> ういや、本当に素敵な。<laughs> いや、なんかこう、いろいろ、あの、勝手に喋っちゃうけど、あのど考えてみると、そのマイボトルも小学生誰でも水筒っていうのを持っていて、まあ、どこかのタイミングで持たなくなるっていうのが、おそ、うん、らく現状。 多分そういうかっこいいものを持ってたり自分が好きなものを見せること自体にこう魅力を感じるようなものを使えたらあの、まあ、持つ習慣もできるんじゃないかなと思うんですよね。OK、うん、じゃあ Q&A に行きましょうか、えー。見ていると一番多い質問が <laughs>、えー、水質の問題で、うん、あの水道水をそのまま 流水ポイントとして使っているのか、マイミスとしてそのある程度の水質ギャランティーというか、ある程度の、うんえー、レベルをクリアしないといけないかっていう、えー、ことをされているのかっていう質問が結構ありますね,りますね、えー、っとありがとうございます。そうですね、マイミスはあの プラットフォームとして情報を提供しているという立場になるので、あの例えばお水の,あの検査とかは、私たちは行うことがで,できないのですが、そこはもう自己責任という形ではやっているんですが、えっと、お店側には情報を提供していただいているんですねで。例えば公共施設だったら、あの市だったり区が管理しているわけで、えっと、そこはあの、まあ、公共サービスとして提供しているわけなんですが、えっと、お店の場合は、 例えば水道水そのまんまあの提供しているお店もあれば浄水器を通して提供しているところもあったりあとお湯も出していたりしているところもあるんですね。でその場合は、えっと、アプリにその情報を表示するようにはしていてそこはもうユーザーさんには選んでいただいているんですね。例えばその水道水そのまんま全然 OK という方には、えっと、そういうところを選んでいただいたりそうじゃない方には例えば浄水だけ もらえ今後ちょっとこれからの開発としては浄水の水だけもらえる店がこうきれいに表示されるようにはしようと思ってるんですが、えーとまあ、今そのような形で取り組んでいます。で1、まあ、つそこに加えてみるとあの、まあ、今実はあんまり知られてないことなのかなと思うんですが、えー、と日本の水道水は、えーとまあ、市もしくはその施設によって違うんですが、えー、とその水の検査 が非常に厳しくて、例えば今ご一緒させていただいている神戸市でも250あの以上の検査の,あの項目があるんですね。でそれは実はあのボトルウォーターの方が全然緩くて、あの検査があの比較的緩いんですね。なので、どちらかというと水道水の方が安全なはず、はい、ただまあ味とかが気になる方はマットスイークを通して飲んでいただいたり、うん、そういう給水スポットを選んでいただく形にはしています。 はい、ありがとうございます。では次に行きたいと思います。えー、マイミズローンチまでの、えー、困難、逆境、大変だったこと、えー、予算集め、仲間集め、曲げなかったこと <laughs>、えー、多分話したら多分2時間ぐらいになるので、<laughs> 1>, えーえー、1分ぐらいお願いします。<laughs> はい、えっとたくさんありましたよ。<laughs> えっとでもやっぱりあのやってみることがすごく大事。 で私たちは一番最初から、えっと、そのミッションをあのこう出して、まあ、こういう問題があって私たちは取り組みたいでこうして取り組みますっていうのを出してたらまずはそのアプリの開発もうほぼぼろぼろで手伝ってくださった方がついたんですねでそこからもともと社団法人の活動があったのでもともと環境問題、えっと、まあ自,自ら何かをしたいっていう人たちが集まっていて、まあ、そこはかなり大きかったんじゃないかなと思うんですよね。 仲間集めはそれで比較的たぶやりやすくて、えーとまあ、じゃあスタートした時点で、もうほぼあの0円 <laughs> でスタートして、でもやっぱりやってるうちにいろんなあのあの機会が生まれて、例えば助成金だったり、結構いろんな賞とか助成金をいただいたりしてて、まあ、例えば数,数十万円からも,うあのもっと大きいものでも得ることができているので、 あのそこからスタートでしたね。1分超えたかな。なるほど。じゃあ、<laughs> えっと、うん、なんか多くのコメントは、あの素晴らしい活動であの、うん、フォローしましたとか、あと給水スポットとして登録したいですっていう方々がたくさんいて、あの非常にあのポジティブなコメントが多いですね。で、一、えっとね、つ。 あのビジネスモデルについてアプリでマネタイズをしているのかあのしているんだったらどうやってやっているのかということをお聞きしたいですっていうところです。はい、えー、っと、アプリは完全に無料にしています。で、それがユーザーにとってもあの参加するお店にとっても無料で提供しています。で、それがなぜならやっぱりこう。 あのなるべく多くの人に、えー、と使っていただきたくてそこはなるべくハードルを下げてあの使ってもらうようにはしていますただそれだけじゃあの回せないので <laughs> もちろん他にもやっていて、まあ、最初の期間は特に助成金だったりそういうところに、えー、と力をいただいあの応援いただいてやってたんですが今はあの先ほどの企業とのコラボレーション もしくはその自治体さんとの、えーとまああのー、企画を、うん、通してあの収益も上げています。例えば、あのーまあ、今、これからは、えー、と新しいサービスをいかに、うん、そのサステナビリティに興味ある人たちに届けることができるか。そういうところは、私たちがちょうど、まあ、アプリを使っていただいているユーザーさんがいるので、 あのこういうの欲しいって言ってる人たちが集まってるのであのそれをいかにこう活用できるかもっとその人たち向けに選択肢を増やせるかどうかっていうところでそれをあの収益にもしています、はい、ありがとうございます。でその、えー、っとお金に関する提案で実は有料でもいいので質の良い水を提供してくれる給水,水を教えてくれるとあっていうのであの多分うまあ、あのマい水に対するあのアイディアの一つなのかなっていう。 ごめん <laughs> ありがとうございます。はい、嬉しいです。えー、時間もあと二分ぐらいになってきてるんですけども、えー、まあ今、えー、コロナの状況なので、えーとうん、コロナで接触が限られる中で、給水の活動は制限されてしまったりしてますか、うん、復興されてることはありますかという質問です。そうですね。まさにそうで、今外出自粛、まあ解除はされたんけど。 えとその中で、ぜひ外で給水してくださいっていうのはあの言えないので、えー、と私たちでもそこでは本当に何を目指しているのかっていうことを改めてあの、まあ、考え直してであの、まあ、引き続きその給水っていうのは、えー、ともちろん進めたり、えー、とはするんですが例えばあのオンラインストアを開始したり、えーとまあ、今今後の企画例えばオンラインイベント、まあ、人がなかなかインパーソンで集まりにくい中 でもやっぱその横のつながりがすごく大事なので例えば学生向けに、えー、とアイディアソンワークショップオンラインで開催したり島根の学生からも本当に全国の人が集まったりして、まあ、例えばアフターカローナでこれをどう,どうしたら広められるかどうかっていうのを考えたりえっ、ー、とまあ今実際お家で過ごしてるかもしれないけどそういった時にまさに今アースカンプニーもされてるように、えー、とどのように えっと、持続可能なライフスタイルを受けれるかどうかっていう情報発信だったり、うんえっと、そういうことにも取り組んでますね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後、た、えー、多分コメントなのかセッションなのか、えーと。日本では水よりお茶の方が好まれると思うんですが、今後 <laughs> その他の給水はありますかちょうど公開できないあの情報の中には、ちょっとあのそこら辺は <laughs>。 今後あるかもしれませんあのすごくやっ,ぱり <laughs> あのやっぱり本当にその通りで日本ってお茶だったらねっていううちのおばちゃんでもお茶だったら使うけどねっていうの,をあの最,最初から言われてたのであのぜひお水だけではなくあの今後いろんな飲み物を、えーとまあ、その容器なしに、えー、とあのこうその消費を進めることができたら嬉しいなと思っています。はい ありがとうございます。では、えっ、ー、と、質疑応答、この辺で、えー、終,わらす終わりにしたいと思います。で、えっ、ー、と、この質問リスト、あとで、えっ、ー、と、マリコとも共有するので、できる範囲で、えー、どこで答えるのがいか、ちょっと考えて、あのーえー、答えさせていただきます。はい。では、マリコさん、ありがとうございま,ざいます。ではですね。えー はい、では、ここで1分のアンケートを設けさせていただきたいと思いますので、えっと、チャットの方でアンケートリンクをお送りいたしますので、えー、今、えー、ここで答えていただけると幸いです。バグ,バグって4回送っちゃったそうですが <laughs>、えーまあ、確実に送られているということで。<laughs> えっとどの4つのうちどのリンクも同じだと思うので1つ、えー、クリックして <laughs>、えー、答えていただけると嬉しいです。はい、では1分、あのー、でお願いいたします。 60いったらはいありがとうございました今60人以上の方に、えー、アンケートを答えていただきましたありがとうございましたはいで最後に少し告知をさせていただきたいんですけどもあのこのようなエコシフトの活動に興味のある方にぜひあのオペレーショングリーンのコミュニティに入っていただきたいと思いますので Facebook、えっと、グ,グループを 先週立ち上げましてあのぜひあの参加していただけると嬉しいです。で来週の告知になるんですけどもあのマリコの、えー、プレゼンにもあった自然電力の代表の磯野健さんをお招きして電力について学ぶセッションにしたいと思っておりますのでぜひこちらもご参加ください。 でもう一つですね、えっと、再来週の水曜日になるんですけども、えー、6月10日、全、えー、編英語の会を、えー、開催しますで。この会はですね、えっと、アレックスという、まあ、オーストラリア、メルボルンで、えっと、まさにオペレーション・グリーンのような、同じような活動を、えー、オーストラリアで展開していて、で数ヶ月前からあのコンタクトを取っていて、お互いあのこうノウハウをシェアするということをさせてもらってるんですけども、あのぜひあの日本の方々、えー、また、えー、海外の えー、より多くの人に、まあ、この彼の、えー、ROF という活動を知ってもらいたいと思ってこの、えー、とこのステア h o m e a c r o w ーム h o ーーーの番外編ちょっと英語版ということで、えー、6月10日に開催しますのでこちらの方は、えー、とちょっと入り方が違うんですけども e v e n t b r i g という、えー、サイトで、えー、この QR コードからあの読み取っていただければあの参加、えー、いただけますで、えー、同じく無料なのでぜひあの英語の勉強にでも <laughs> 参加 してみてみください、はい、で最後にですね、えっと、キーピンタッチということで、えっと、オペレーショングリーンの、えー、コンタクトインフォメーション、アースカンパニーとマイミズの、えー、ここに載せていただいているので、あのフォローだったりとかあの参加するようなり、えー、もしご質問あればあの、メールをいただければあの返信させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。 では、はい。えっ、ー、と、朝から、えー、貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。あの、また来週の、えー、セッションもご参加いただけると嬉しいです。はい。本日はありがとうございました。